こんにちは、岩間よい子です。今日はこちらの iPhone 7 Plus 手放さなければならなくなってしまいました。というか開封動画の時にも言ったんですけど、これもともとハックルさんが使う用で買ったんですよ。でしばらくレビューするためによい子が使ってたんですけど、そろそろ俺に使わせてって言われたので譲ってあげることにしました。ということで iPhone を家族に譲る時とか、あとは下取りに出したり売ったりする時、自分の情報が残ってますので、それを消去して初期化する必要があります。今日はそれをやっていきたいと思います。今後私はこちらの iPhone SE を使っていきますので、すでに SIM も入れ替えてデータも移行して、こっちの上げる方は全部消していい状態にしてあります。では初期化なんですが、まず Apple Watch を使っている人は Apple Watch のペアリングを解除。良い子は Apple Watch を持っていないのでこれは必要ないですね。次に iPhone を探すをオフにして iCloud からサインアウトする。設定 iCloud で、iPhone を探す、これをオフですね。うん。で、iCloud からサインアウト。前に戻って、このサインアウト。うん。で、次に全てのコンテンツと設定を消去。設定一般リセット。で、すべてのコンテンツと設定を消去。うん。うん。こんな風に最初の画面になった。はい、これで旦那に見られちゃいけないやつもしっかりと消去できました。こんな感じで動画投稿してますので、よろしければチャンネル登録お願いします。それでは、ありがとうございました。